魚肉練り製品魚肉練り製品は、魚のすり身を主原料とし、食塩を加えて練って成形した後、加熱によりゲル化させて製造した食品。特有のテクスチャが特徴である。日本のかまぼこやちくは、魚肉ソーセージなどが含まれる。東南アジア、中国の沿岸部などで古くから製造されてきたが、明確な歴史は不明。日本では1115年に、 九州で出されたかまぼこが文献上最初のものとされているが、スミレ類はそれよりも前に存在していた可能性が高い。現代においては他の魚料理に比べて高齢者でも食べやすく、タンパク質を摂取してフレイルを防げる食品としても評価されている。英語などでスリミと呼ばれて日本食ブーム、健康ブームの追い風により欧米での消費量が増えているが、この後は 必ずしも水産加工品だけに限らずに、畜肉を加えたものなどにも用いられている。食品工業原料としては、一般に白身魚を用いる。白身でもほとんどの炭水魚は固まりにくいため、用いられない。1960年代に冷凍すり身が発明された。一般的な製法は、スケトウダラの骨や皮を除去して麻擦し、冷凍編成防止剤として、 数パーセントの糖類を添加した後に冷凍する。現在、コスト上の問題で、ほとんどの日本の魚肉練り製品メーカーは、海外で生産される輸入冷凍すり身を使用している。現在、BSE の発生により、スケトーダラの需要が増えたことと、2006年より入った漁獲量の規制により、輸入冷凍すり身は高騰している。そのため、安価な製品の中には、 東南アジアの淡水魚なども使用されることがあるという。この他、材料としてタイ、サメ、ワラズカ、白口などがある。小規模の店舗、食堂などで製造する場合は、鮮魚やイカ、エビなどを用いて作られる場合もある。中国国北省、福建省、広東省などの伝統食品では、ケンヒーなどの淡水魚を用いるものも作られている。東南アジアでは、 グルクマなどの赤身の魚を用いる製品も一般的である。ハンバーグやソーセージと同様に魚肉は食塩を加えてすりつぶしこねることで塩溶性タンパク質が溶け出しアクトミオシンを形成する。このアクトミオシンの網目で魚肉練り製品はテルとなり、魚肉練り製品特有の弾力、プリプリとした食感、歯たえとは言わず、足と呼ぶが生み出される。 味を好ましいものに調節するため、多くは澱粉を加える。これは必須ではないが、原料である冷凍すり身に添加されているため、結果として含まれる。味の調整のために加えるほか、決着性や保水性を高めるために、増粘多糖類を使用することもある。その他、黄金かまぼこの金色は、ソルビトールと筋肉タンパク質が糖網の反応を起こすことで発色させる。 かまぼこの表面に赤い着色料を溶いた液を塗ったり、すり身に赤、緑、茶、木などの着色料を混ぜ込んで、衣装を表現することも一般的である。かまぼこには、チーズやハムなどと組み合わせたものがある。薩摩揚げでは、各種野菜、ごぼうや生姜などの根菜類、枝豆などの豆類、きくらげなどのキノコ類と組み合わせて作るものがある。 関東省フッツさ市順特区のつみ入れには、チンピがよく加えられる。フィッシュカズ、魚ロッケなどと呼ばれる製品には、パン粉がまぶされる。テクスチャ改善を目的として、炭酸カルシウムや貝殻小製カルシウムが添加されることがある。魚のすり身を加熱する方法として、焼き、蒸し、茹で、揚げが代表的である。魚肉練り製品が固まるのは、 すり身の主成分である筋肉タンパク質アクトとヨシンが熱変性を起こしゲルによる三次元構造を形成するためである。竹徳かまぼこ株式会社が開発したリテーな成型かまぼこの製造方法のことを言う。製造方法は板付けかまぼこを特殊フィルムで包装した後、かまぼこが足りていなに入れ加熱殺菌をするため冷却に際して食中毒や腐敗をもたらす。 最近汚染が少なく保存性が高い商品である。利点な成形法は主に昭和30年代に同社が開発し40年代に特許を取得した。その後、全カバの連にその特許を寄贈し全国のかまぼこ生産業者が利点な成形法を使用できるようにした。現在では保存量などを使用しなくても良い製造法として病院食、 介護施設や学校での給食などに多く用いられている。ありがとうございます。